馬を呼びます呼ばないっすね。うん、別に、鈴木馬は呼ばなきゃいけないぐらい、あのー、ずば抜けてないじゃないですか。ただ僕だったら、まあ、今、けが人ちゃんと喋ってないですけど、オナイルとか鈴木武蔵とか、<う>あとは僕は久保,だ久保ゼロトップに使うんで、僕だったら。 だから、森保さんが、あの実力で選んでるったのは本気だと思いますよ、あれ。しかしさん鈴木優馬がそういう不適されたプレッシャーなんだ。意外性ないっすね。<laughs> まあ、鈴木優馬に関してはもう、鈴木優馬を真面目に語るだけもったいない感じはありますよね。もったいないとか、なんていうのかな。だって、ツイッターで代表監督攻撃しちゃう人だから。匿名というか、あれでね。で、ファンからのリプライいいねつけるみたいなさ。まだなんていうのかな、気持ちがこう、 なんか、こう、ヤンキーというかさ、学生ヤンキーを抜け出したないから、それがいい方にね、負けん気の方になればいいけど、大久保一人的な。それはまあ分かんないですね、今後試合見てみないと。鈴木は、カットしやすいところが気に食わないなら呼ぶなよっていう。結構だって森安さんそこに関しては真っ当なこと言ってるもんね。だって、多分あれですよね。森安さんにど,どうこうじゃなくて、それでイライラしてチームの空気が悪くなってるから、気に食わないって言ったんだけど、あれ。 森安さんんが直接言いに行ったんですよね。だってあんなに揉めたくない人だよ、森保さんって、あの、もう出てるじゃん、握手節からいや。悪い意味じゃなくて、これはいいことですよ。その人がさ、わざわざさ、直接言ってるわけですから、監督だってね、まあ人によってはね、怒って気持ちよくなってる監督もいますけど、基本は言いたくないですからね。<laughs> 僕も選手に対してはそうですけど。森保さんだってもっと言いたくないんいですか。それがね、 もう心を鬼にしてチームの空気も悪くなってるから、うん、じゃあそれでさ、本当だったらコーチとかにも言わせられるわけよ、あいつどうにかしろって言って。それはまあコーチのメンタルとかそういうのも考えてかわいそうだから、じゃあ俺がトップとして言うわってってさ、ね、これもう面と向かって言ったら変わってくれるかもしれないみたいな期待も抱きつつね、そうまあ、どういう言い方したかはわかんない。その言い方が悪かったらまた話は変わってくるんだけど、あんまりカットするのはその相手に向けてだったりとか、そういういいエネルギーの放出の仕方。 そうプレイで戦ってほしくて、味方に対してイライラするのは違うんだぞ、みたいなことを言って、それでうるせえなら呼ぶなよ、って可能性があるから、ってなるともう面白がっちゃうから、あれ。で、それがそういう行動が今、剛よくんが言ったみたいになってるとしたら、うんで、例えばなんかね、ツイッターとかそういうしてる子だから、俺とかのこういう配信も見るかもしれない。それでね、はぁみたいな。本んだ、この YouTube はむかつくなみたいに多分なるだろうし、だからそういう子ってね。 誰がどう言ったって、ていうか日本のね、トップの代表監督が言ってそうなっちゃうわけだから、この件に関しては森保さんかわいそうですよ、普通に。かわいい。そうです。で、それがね、なんかこう純粋にいい人的な感じで、鈴木優馬が受け止めなくてもいいですよ。よ代表の監督に言われてる、わかりましたって言って、今後のキャリア、ワールドカップ代表を呼ばれてた方が、引退した後も仕事来るし、スポンサーもつくし、ワールドカップとかに出られたりとかしたら、一生食いっぱぐれないし、みたいな。 その後スクール開いたりとか、そういうこと考えてもいいから、それで、さ、したたかに、その、その先まで考えれる人が、結果、ピッチ上でのプレイをよくできる人じゃないですか。こうなった、こうなったらこうだな、みたいな。1個目しか考えれてないから、そういう言動しちゃうから。だから、デンとかも1個目しか考えれてないから、うわー寝不足でも昨日ゲームやりすぎてきっちりわーすいません、お腹痛いっすーって言って、医者が来て警備をってばれて、こうなると思ってなかったっていう、2個目、3個目、なるじゃん、絶対そういう。で,で、そういうのがプレイに出てるから、 鈴木馬に関しては、ああいうキャラクターでめっちゃ裏抜けしたりとか、めっちゃオフ・ザ・ボールいいのかなって言って見えるけど、実際試合見てると結構動いてないみたいなときあるからね。あの兼優的なときあるから。そうそう,そうみたいな感じかな、うん。これで言ったらね、鈴木馬ディスチャンネルだとね、鈴木優真 d i s t h e f o o t だと思われてもあれなんであれですけど、あれなんであれですけど。そうまあ、そうそうまあ、鈴木馬だと意外性ないなっていうのから盛り上がっちゃいました。 「引き出せ君の最低機会」「追い出せあぶり出せ」「君の